自転車を乗り始めたのは小学、13歳の時だったんですけど、まあ、ロードレースを始めたのは、15歳から乗り始めました。私の父親が、自転車持っていて、それに自分も興味を持ってて、で、昔からそのヨーロッパのレースをテレビとかで見てて、非常にまあ、ずっと憧れてたので、もう自分も選手になりたいなというふうに思って始めました。今となっては僕にはもうアイデンティティのような、そういったものになっていますね。もう自転車がなかったら僕は今ここにはいないですし、まあ、自転車があったからこそ本当多くの人に、まあ、会うこともあったし、支えてくれたし、本当非常に僕の人生の一部になっています。まあ、今年の目標としては、まあ、ヨーロッパのレースで走るっていうことはもう常々考えてたので、ヨーロッパのこのレースで UCI ポイントをちゃんと獲得して、まあ、もちろん一番の目標はヨーロッパのレースで勝つことが一番の目標になります。